チケラトムで14です。今回はクランリーグの順位が発表されたので見ていきたいと思います。日本最強の15人集めたら世界一取れる説というわけだったんですが、最終的な順位が出揃いましたというわけで、早速見ていきましょう。こちら、ドンというわけで、3位。星3つ差の3位ということで、めちゃくちゃ惜しいですね。破壊率では1位ですね。破壊率ではトップが取れてるんですけど、星数の方で3つ届かず、あと3つ取れてれば、パーセントが勝ってるんで1位でしたね、これは。そうか、マジか。あと3つ。あと3つ。ちょっとね、5000しかなかったんで、星数の方がちょっと、いいクランを引ければね、稼げるところも他のクランではあったと思うんですけど、いやー、これめちゃめちゃ惜しいな。ね、破壊率では1位なんですけど、星数の方が届かないと。そうですか。破壊率は世界1位、星数の方で世界3位という形で、結果世界3位でした。いやー、悔しいっすね。いや、もうめちゃめちゃ、もうそんなとこまでいけてたんですねっていう。マジか。いやー、残念ですけど、ぜひリベンジしたいですね。これは、ここまでいけたんすね。なるほどね。めちゃめちゃ近いやん。マジか。なるほど。そうなるか。というわけで、今日は何位になったのかなという報告でした。5日間のリプレイ全部公開してるので、ぜひね、まだ見てない方は、僕の過去動画見ていただいてね、超レベル高い日本のね、15人集めて、トップレベルのね、アタックたくさん見れますので、ぜひ見てみてください。というわけで今日はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。